色鮮やかな花々が青空に映えて咲き誇る10月、野の風情を持つ情緒豊かな花たちが園内を彩ります。今週は10月の県立牧野植物園で牧野博士ゆかりの植物を探します。気温も徐々に下がってきたこの時期、秋風に揺れながら様々な草花が見頃を迎えています。今回も広報課の橋本渉さんに博士ゆかりの見頃の植物を案内してもらいます。早速正面入り口の手前に博士ゆかりの植物がありました。秋になってだいぶ果実とかがですね色づき始めた頃なので、で早速ちょっと見ていただきたい植物あるんですけれども、こちらちょっと高いところにある赤い可愛らしい、すごい綺麗ですよね。こちらガマズミという名前の植物なんですけれども、花は春ですね、5月ぐらいに咲くんですけれども、ちょうど今の時期ですねこういうふうな鮮やかな果実見せてくれます。鮮やかな赤い実をつけるガマズミ、博士もその姿を貴重な形で植物図に描いたといいます。牧野博士がですねしかも色をつけていて、色のついた博士 その植物図っていうのはすごい数が少ないんですね、その中でなんでこの、ガマズミを選んだんでしょうね。すごくやっぱりこの鮮やかな色がやっぱり博士の心に留まったのかもしれないですね。じゃあ貴重な博士の色のある植物図のうちの一つに選ばれたと。そうですね、今まさに見頃です。こちらがその植物図、色があせることを好まない博士にとっては珍しい色合いで、果実の鮮やかな赤色が目を引きます。左の隅には果汁の色と同じ色の絵の具を塗り、退色するかもしれないと添えられています。さらに足を進めると、この時期美しい姿を見せる植物がありました。こちら上郎ホトトギスという名前の植物です。ひょっとしたら聞いたことある見たことある方も多いかとは思うんですけれども、上郎ホトトギスの上郎というのはですね宮中の貴婦人のことなんですね。でこのふくよかな雅な姿からですね牧野博士が上郎ホトトギスと名前をつけた高知にしかない植物です。こちら高知にしかないんですか。そうです、もう日本中で地球上で高知県にしかない植物です。じゃあ見られるのはとても貴重なんじゃないですか。そう、絶滅危惧種にも、指定されているので、なかなか貴重な、一般には、見ることがほとんどできないかと思います。貴重な植物です。絶滅危惧種にも指定されている上郎ホトトギス、その姿を博士も植物図に描いていました。こちらも色をつけて描かれていて、構図から標本を参考にして描かれたことがうかがえます。上郎ホトトギスは絶滅の危機にあったため、晩年の牧野博士はそのことを惜しみつつも、彩色したものが手元に残っているのはこの上ない幸せだと述べたそうです。すぐそばには上郎ホトトギスにそっくりな花が。上郎ホトトギスの仲間に紀伊上郎ホトトギスというのもありまして、今こちらで見頃を迎えています。先ほどの上郎ホトトギスと見た目そんなに変わらないように見えるんですけど、ほとんど一緒に見えますけれども、葉っぱの形であったりとか、あとその花びらの中の模様の位置だったりとかっていうのでちょっと違うんですね。そうなんですね、そういったのを見比べてみるのも面白いかもしれないです。確かに、上郎ホトトギスは花の内側にある斑点が先端まであるのに対し、紀伊上郎ホトトギスの先端部分には斑点がありません。また葉の形も異なり、その違いを見比べてみるのも楽しみ方の一つです。その他にも宮崎県お鈴山にのみ自生する固有種キバナの突き抜きホトトギスなど、ホトトギスの仲間が今見ごろを迎えています。回廊には秋を感じさせる涼しげな花がありました。
こちら大草ボタンという名前の植物になるんですけれども、はい、大草ボタン、はい、こちらも牧野博士が命名した植物になります、はい、でクレマチスって聞いたことありますか、はい、うん、そのクレマチスの仲間になります。日本に産するクレマチスの仲間ということで、はい、ちょうど今の時期ですね、こういった涼しげな姿楽しませてくれます。うん、秋を感じられます ね。薄紫色の小さな釣り鐘型の花をつける大草ボタン、開くと先端が丸まりユニークな姿を見せてくれます。展示館の中庭にやってきました、はいはい、ちょうど今の時期ですね、牧野博士ゆかりの植物がたくさん見ごろを迎えています。草木の色も落ち着き秋めいてきた中庭にも博士ゆかりの花が。中でもこれから見ごろを迎える植物がこちらにあります。あ、これは、はい、可愛らしいですが、はい、こちら柳の菊という名前の菊の仲間ですね。菊ですか、はい、でもちろんこちらも牧野博士命名の植物ですね、はい、で似たような、ね、菊の仲間たくさんあるんですけれども、うん、こちら葉っぱよく見ていただくとすごく細くて細かいっていうのが分かりますか。確かに、はい、これが柳の葉っぱのようにですね、細いことから柳の菊という名前をつけています。国内でも限られた場所でしか見ることのできないという貴重な野生菊の一つです。中庭の奥に向かうと優雅な花がありました。すごいゴージャスで立派なお花ですね。そうですね、こちらは水芙蓉という名前の植物になります。水芙蓉、はい、こちらも牧野博士が学名をつけた植物の一つなんですけれども、はい、まず何といってもこの和名の由来ですよね、はい、水芙蓉の水というのは酔うという字を書きます。はい、酒に酔うということで、はい、咲き始めはこういうふうに白なんですけれども、時間が経つにつれてお酒にこう酔っ払ったような形で頬が赤くなったような形で色が変化していくことからその和名がついたっていうふうに言われてます。すごい面白い由来ですね。そうなんですよ、はい、朝白い花を咲かせ夕方になるにつれて次第に赤くなることから酒に酔う様に見立てて名付けられたという水芙蓉。時間によって色が変わるためその変化を楽しんでみてもいいかもしれません。ここ 1,2 週間ぐらいで気温がぐっと下がったこともあり、園内の見頃の植物がガラッと変わったような印象です。また夏まで青々としていた葉っぱも少しずつ色が変わってきて、あの冬に向かっているなっていうのを実感します。あの10月11月っていうのは牧野博士ゆかりの植物の多くが見頃を迎えてきますので、気候のいい季節になりましたので、秋の散策に牧野植物園にお越しいただければと思います。秋晴れの空の下、さまざまな花が咲き誇る牧野植物園。この時期の植物園には博士が愛した多くの草花に出会うことができそうです。